コーヒータイム。なんかね、すごい久しぶりのコーヒータイムのような気がしますけど、今日はね、田島屋さんのオリジナルブレンド、これをね、開けていきたいと思います。オリジナルブレンド好きなんですよね。またね、ちょっと今ね、ちょうど夏休みなので、出かけてね、新宿とか行って田島屋さんにね、実際のお店の方に行ったりとかしたいところなんですけど、なかなかね、まあ暇っていうか、まあ暇ではあったりとかするんですけど、まあ、微妙なね、用事とかが結構あって、ちっちゃい用事がね、なんでなかなかね、外に出るっていうのが難しかったりとかするんですね。まあこんな感じですね。ちょっと凍ってるから油っぽいのが分かりづらいですけど、じゃあ実際に引いてね、入れていきたいと思います。はい、改めてコーヒータイムということで入れていくんですけど、今日ね、ちょっとゆっくりめにね、落としていこうかなと思っているんですよね。ガツンとで、半分ぐらいね、ホットで飲んで、もう半分はね、アイスで飲もうかなとか、そんな感じで考えてます。うん、いい香り。まあ、たまたまね、まあなんか最後にやったのが、てか、もうなんかアマゾンから通知が、先週のね、まあ今日はもう火曜日ですけど、木曜日ぐらいから結構忙しくてね、仕事とかが、でなかなかコーヒーをね、自分で入れるっていう時間が取れなくてっていう感じだったんですよね。本当はね、で土曜日は筋トレ会、渋谷の筋トレ会があって、で昨日はちょっとね、出かけててみたいな感じだったんで、まあ出かけて、その後ね、スタバに行ってコーヒー飲んだりとかしてたんで、家でね、自分で入れなかったっていう感じだったんですよね。なんかね、うん、自分で入れる機会がね、なかなかなかったんですけど、やっぱね、こうやってコーヒーを入れるっていうのはすごくいいですよね。うん、香りもいいしね、心が落ち着きますね。結構ね、いろいろとこのコーヒーを入れるときに、まあ、どういう風に入れようかなとか考えることがあるので、なので、まあ、精神統一とは言わないですけど、まあそういうようなのにね、近い感じでなってんのかなと、自分の中で。まあそんなに、まあ大層なものでもないですけど。でね、今日まあ今までね、ちょっとまとめができてなかったんですけど、 ECMB10 の使っててね、1週間使い続けて良かった点と悪い点みたいなところをね、ちょっとまとめたいなと思ってるので、ちょっと後でね、動画撮りたいと思います。入れ終わってしまった。はい、コーヒー入れ終わりました。よし、じゃあコーヒーいただきましょう。はい、じゃあコーヒーいただきます。うん、いい香り。うん、美味しい。はい、ちょっとね、トレーニング終わったんで晩酌しようかなということで、奥さんが買ってた秘蔵のね、これ千金っていう日本酒なんですけど、千金オーガニックナチュール2022-0、じゃあいただきます。うん、めちゃくちゃ飲みやすい。これはね、水です。美味しい味のついた水です。水の感じじゃないじゃん。はい、ジェイコムです。
今日はね、これこいつ ECM-B10 これをね、1週間使ってみて、それのね、感想みたいなのね、まあレビューみたいなのをやっていこうかなと思います。で、今使っているマイクはMKE200、 ゼンハイザーの MKE200 に戻してます。でね、これまず良かった点からね言っていこうかなと思うんですけど、これ良かった点はね、音質がねめちゃくちゃいい。この正面で撮った時の音質がめちゃくちゃ良くて、このノイズキャンセルっていうのもあるのかもしれないですけど、本当にねクリアに聞こえるんですよ。まあこのね MKE200 もだいぶクリアに聞こえるんですけど、かなりね、なんていうの、音質が綺麗で、あとこれのね、切り替え、ここの切り替えがあるんですけど、この全方位、A 指向性っていうこっち側だけのやつと、あとなんだっけか、ちょっと名前忘れちゃったけど、こう前方だけ撮るやつと、あと全方位撮るやつが無指向性ってやつでねあって、この無指向性ってやつでやると本当に周りの音とかが聞こえるんで、すごいね臨場感がアップするんですよね。あとケーブル、 MKE200 ってそのイヤホンジャックってかマイク端子のところにケーブル刺さなきゃなんないんですけど、これはねこっちがこのマルチインターフェース集っていうソニーのねやつがあるんですけど、これで接続されるので、他にね接続する必要がないんですよ。なので配線周りとかがすごいスッキリするっていうのと、あとオーディオレベル、このオーディオレベルオートっていうのにすれば、そうすればね音量、こっち側ね音量のボリュームの、ね、調整とかをしなくてもある程度ねオートでやってくれる。大きすぎる音は小さくしてくれるし、小さすぎる音は持ち上げてくれるっていうね、そういう機能があるんですよ。で、あとね、このノイズキャンセル機能、まあ、NC と LC と、あと全くかけないオフっていうものもあるんですけど、これがね、結構ね、ノイズっていうのを除去してくれるので、そこら辺もね、騒音がうるさい時とかにはすごい良かったなっていうところですね。で、悪かったところ、まあ、これがね多分皆さん聞きたいと一番聞きたいところなんじゃないかなと思うんですけど、悪かったところはね、これがね A 指向性、まあ、僕の使い方って言ったら、まあ、これがねカメラだったとして、これがね、まあ、こういう風な形で、まあ、マイクがくっついたとして、でこうやってね物撮りをして、でその後にこうやって自分の方向を撮るみたいな、自撮りをするみたいなことが結構多かったんですよ。まあ多いんですね、普段でも。なんかどっか食事に行って、これは何々ですみたいなことを言ってから、で美味しいですみたいなことをやるっていうのが多いんですけど、これがね全方位、全指向性、全指向っていうか無指向性で全周囲撮ってしまうと、周りのね環境音が大きすぎて自分の声がねあまり大きく聞こえないんですよね。じゃあ目立たない。で A 指向性っていうので、 A 指向性がねこちらの前側と後ろ側ちょっとだけ聞こえマイクで撮れますよっていう話、まあそういう仕様らしいんですけど、ただねその A 指向性で後ろからこの辺で喋ってるのに音の劣化が激しいんですよ。もうほとんどなんかね誰の声みたいな感じのね音の劣化をしてて、ほんとねちょっとねそれに関してはかなりっていうか、もう A 指向性は前しか撮れないって思っていた方がいいぐらい、後ろから喋るっていうのは使い物にならない、そういうマイクっていう感じですね。あとねカメラってここのところに液晶があるじゃないですか。で液晶があるから液晶見ながら撮るとこういう風な撮り方になるんですよ。物に対してね、口の位置ってこのカメラのよりもまあ同じぐらいの高さかそれよりも下になるんですね。そうするとこのねマイクの取り込み口、実際のマイクの 音量が入ってくるところが上しかないので、こうやって喋ると
音がねちゃんと入らないんですよね、こっち側に。なのでこっちは上からこうやって喋るといいんですけど、でもこういう使い方って基本的にはないんですよね、自撮りでやってる場合。自撮りっていうかね、ワンオペでやってる場合、あの他の人が撮ってて、で、まあ、自分が演者としてカメラマンと演者みたいな形でやってるんだったらまだいいんですけど、そうじゃなくてワンオペで自分でこうやって物撮りして、その後自撮りしてみたいな感じでやると、そうするとね音声の劣化が激しくてちょっとね使い物にならないなっていう感じなんですよね、そこに関しては。本当にそこがねちょっといけてないなって感じでしたね。あとあのこれいいところ、まあ人によってはいいところなんですけど、僕にとっては使いづらいところで、これね、ここの部分、これストッパーなんですけど、ちょっとわかるかな、ここ。このところにね、あの、ポッチが出てるんですけど、これね、まあ、ここのね、クリクリを回すと、ここストッパーでね、こうやって下がったり上がったりとかするんですよ。で、あるんですけど、これがね、すごいね、取りづらいんですよね。このマルチインターフェース種に挿したときに、挿して外そうと思ったときに全然外れてくれなくて、こいつが、このマイクがね。で、このマイクって折りたたむことができないから、このね、なんていうの、何センチだこれ。だいぶ長いな。まあ、約ね、8センチ、8.1 センチぐらいあるんですよ。長さがね、高さが。なので、普通のカメラ、プラス、8センチの長さがあって、でこれがね上にくっついてるんですよね、カメラの。そうするとね、バックにこのまんま入れるにはちょっとここのところがねぶっ壊れちゃうんじゃないかっていう不安定感もありますし、まあ、ここにもちろん、ね、その圧力がかかったらぶっ壊れるんで、まあ、カメラに入れる時にはこれ外さなきゃならないんですけど、すごいね外すのが苦労するんですよね。ではめるのにも結構苦労しますし、結構硬いんですよね。なので、そこら辺がね、すごい使いづらいなと思ったんですよ。僕の MKE200 って、なんていうの、まあ、MKE200 自体はすごいね、長さがね、結構短いんですよね。これいくつだろう。まあ、5センチぐらいで、さらに、全体的な長さで言うと、僕がね、その MKE200 を、ちょっとね、長さを変える、やつみたいなのに、ちょっと後で写真ここら辺に載っけときますけど、その後をつけているので、高さ自体は普段の高さ自体は上がってしまうんですけど、それがね折りたたむことができるんで、すごいねコンパクトになるんですよね。でバッグの中に入れたりとかもできるんですよ。なんですけど、ちょっとこれがね、それがすごい邪魔だったんですよね。でしかもそれをつけていることによって、このねマイクの向き、 MK200 って前しか撮れないんですよ。後ろから喋っても何にも撮れなくて、この辺で喋ってるのに全然マイクから拾ってくれないんですね。そのくらい指向性が強いんですけど、これをくるっとこうできて、だからマイク、カメラでこうやって撮ってるじゃないですか。こうやって物撮りしてるときはこいつをくるっとこっち側に回して、でしかも角度調節できるから、自分のね口元に向かってマイクを当てるっていうことができるんですよね。でもちろん自撮りするときにはこれをね元の前側に持ってきてマイクの方向っていうのができて、僕のスタイルにはねすごい合ってるなっていう感じなんですよね。うん、まあ、ただ MKE200 にもすごい欠点って言ってもそうでもないんですけど、まあマイクのね接続がケーブルでやらなければならないっていうのがあって、それに関してはね、まあちょっとめんどくさい。ビヨーンってケーブルが伸びてるんでね、そこの部分に関してはちょっとめんどくさいところではあるんですけど、なんですけど、まあ今の僕のね、Vlog 運用に関しては、まあ、こっちはね、ちょっと実用的じゃないなっていう感じなんですよね。でしかも今これ、こうやってますけど、本当は、こいつにさらにこういうね、モフモフがつくんですよ。風防がないので、こういうねウィンドジャマーって呼ばれるこうモフモフをつけないと
外の風切り音をねもろに拾ってしまうんで、お外での撮影っていうのが厳しくなっちゃうんですよね。ボボボボボっていうのが入ってしまうので、なので、まあ、常にこれをつけている感じで、これをつけるとねやっぱね威圧感がすごいんですよね。マイクあるぞみたいな感じが、まあもちろん MK200 もマイクあるぞって感じではあるんですけど、すごい傘が増したような感じがして、すごくなんていうの、邪魔感がね強くなる。邪魔と邪魔をかけたわけではないんですけど、結構ね邪魔な感じがね強くなってしまうんですよ。あとね、まあ、結構ね言い始めるといろいろあるんですけど、このねノイズキャンセル機能、まあ、さっきねいいところでノイズキャンセル機能っていうのを言いましたけど、これがね騒音が大きいところで、前に渋谷の筋トレ会の時に渋谷のその渋テナボックスっていう前でこれをねこっち側のこの設定を無指向性に変えて、無指向性のまんまノイズキャンセルにしたんですよ。でそしたら全部の音声からノイズをキャンセルしようとしたからだと思うんですけど、結構ね自分の声もねガチャガチャになっちゃってて、まあしょうがないんですよね。その騒音拾ってノイズキャンセルしようとした時にそういう風になるのはまあ仕方がないんですけど、音声がガチャガチャになってしまう。なんで実際には使うとしたら A 指向性でノイズキャンセルはいいんですけど、他の時に他のね前面だったりとか、あと全指向でノイズやる場合はノイズキャンセルフィルターをかける場合はこの LC ローカットっていうねちょっと弱めのノイズキャンセルぐらいでとどめておく、まあ、それかオフにするして、あとでねソフトウェアでノイズキャンセルするみたいなのが、まあ、運用としてはいいのかなっていう感じをしました。そんな感じですかね。なんで、まあ、正直買って、まあ、だいぶ期待して買ってはいるんですけど、買ったんですけどね、正直使えない結果だったなっていう。こいつの自体はだからこれは本当にその自撮り動画しか撮りませんよみたいな人はこれの A 指向モードってめちゃくちゃ綺麗に撮れるんでいいと思うんですよ。こっから撮っててねめちゃくちゃ音声クリアに撮れるんで、まあ、結構小声で喋ってても音声クリアに撮れるんで、すごいカメラだなとは思うんですけど、まあ、いわゆるね紙マイクって言われてもいいんじゃないかなっていうぐらいのいいマイクだとは思うんですけど、そうじゃない人に関してワンオペで物撮りも自撮りもなんか交互にやったりとかするような人、特にそのなんだろう、商品レビューとかではないけど、そのまあ外行って、まあ、本当に僕みたいな使い方ですよね。なんか食事したりとかしてそれを撮ってで自分の顔も撮るみたいなことをやる人に関しては、まあこれは使いづらいんじゃないかなっていう気がしますね。まあそこに関してはそのこれをねこうくるっと回せないっていう、まあ例えばマルチインターフェース集にアタッチメントがあってね、こういうふうにぐるぐる回せるようなアタッチメントが出たら、そしたらねこのマイクがさらに紙マイクにねなるのかもしれないですけど、今のところね探したところは特になかったので、そういうのどっかでね出してくれないかなとか思うんですけどね。まあさらに横を言えばねギュッとこう曲がってくれるとね、くるっと回してギュッとね折りたためられると、今のね MK200 って、まあ、こういう風な形でくっついてるんですけど、ここをねこういう風に回してくるっとこうやって折りたたんで、でそのままバッグに入れておくんですよ。そうすると結構まあ横に後ろにはちょっと出ちゃいますけど、バッグ自体にはね結構細いバッグにも普通に入って収まりがいいんですよね。でしかもこのねアタッチメント自体は金属なんで結構強くてねいいんですけど、まあそういう風にできればねいいんですけど、やっぱね8センチマイクでカメラの上からね出っ放しになるっていうのは持ち運び結構不便で、まあ僕みたいなね
まあ僕の使い方でしか語れないんであれなんですけど、僕みたいなもうちょっとなんかあったらちょっとなんか撮ろうかなみたいな、もう出先とかでもうちょろっと面白いことあったら撮ろうかなとか、あここの景色とか面白いなとか言って、そういう時に撮ろうかなと思った時にレスポンスが丸くなっちゃうんですね。やっぱり、まあ、こういうような袋とかに入れて持ち運んだり、まあこれ付属の袋なんですけど、付属の袋とかにね入れて持ち運んで、あ今撮りたいなと思った時にこれをバッグから出して刺してで撮りますみたいな感じでやると、でそれで撮った後にまたこれ外してねしまいますみたいな感じになると、だいぶレスポンス悪くて撮るのめんどくさくなっちゃうんですよね。まあ日々僕もうほぼ毎日、まあほぼ毎日っていうかね、毎日投稿してて毎日ビデオ撮ってるってなると、そうするとそういうレスポンスがね悪いことになってくると、そうするとめんどくさくなっちゃうんですよね。なのでどれだけそういう手間をなくせるかっていうところを考えると、使いづらくなっちゃったなっていう感じでしたね。あの首下げで、首下げのストラップで前あのカメラをね、カメラを首下げでつけて、でそれにつけてでうろうろしたりとかもしてみたんですけど、やっぱねここが8センチ飛び出てるってことは、あの他のね人にいつぶつかるのかみたいなところがあって結構ね人混みに行くのが怖かったんですよ。渋谷の筋トレ会とかもカメラをここにね胸にぶら下げて、でここにこうやってくっつけてたんですけど、カメラ自体が10センチぐらいあるわけですよ、幅がね。でさらに10センチぐらいのこういうものがくっついてるのがこう胸から飛び出てるって相当邪魔なんで、渋谷の駅とかでねそのまんま歩いてたりとかすると本当ね、あので最近の、まあ、変な人いるじゃないですか、あの無理やりねなんか肩ぶつけてくるやつとか、そういうやつとかね、あとボンってなんか変なやつが叩いてきたりとかしたらこの一発で折れてしまうんで、そういうやつに出会ったらどうしようかなみたいなところのそういう不安もあったりとかして、なのでまあ外し、まあ撮るぞってなってつけて、じゃあ撮り終わりましたって言って、じゃあ撤収ってなって外して持って帰るみたいなことができる人だったらいいんですけど、そうじゃない僕に関してはちょっと使いづらいなっていう感じでしたね。でもそういう人だったら、まあこれじゃなくてもう一個上のね、あのここがもうちょい長いやつ、これのよりも前に出てた紙マイクの方を買ったらいいんじゃないかなと思うんですよ。なんでなんかねすごい中途半端な感じになっちゃってるなっていうのが印象でしたね。そういう印象が強かったですね。まあこれとね、あと8月のいつだったっけな、もう発売されたのかな、あの MKE200 をパクったみたいなね、そういう形のマイクが出たんですけど、だからそれがね、まあそっち発売されて、そっちが発表されてたからそっち買おうかなみたいなね、むしろだからなんかそれも出てこれも出て、でその前のね紙マイクがあってみたいな感じになってて、なんかこいつすごい中途半端な子だなみたいな感じになっちゃったんですよね。そのままこうつけっぱなしにして移動するにはちょっとでかすぎるし、性能的にはまあフルではないしっていう感じ。だから Vlog 運用するにはちょっと厳しいんじゃないかなと。なんか作例じゃないですけど、その使用例みたいなのに、ZV-E10 だっけ、ソニーのね Vlog カメラにこれをねつけて、あれもマルチインターフェース種対応なのでそれにくっつけて、で運用してる人みたいな感じでやってましたけど、あれこそワンオペでねこうやって撮って、で自分に向けてみたいな自撮りしてみたいなことが多いでしょうし、あれが一番いいところってコンパクトなところなんで、コンパクトさがねもうこれで完全に台無しにされるんで、正直微妙だなっていう感じですよね。その運用方法は多分何もソニーが考えてないんじゃないかなっていう風なにしか感じられなかったかなっていうところですね。まあそんなの買う前に分かってたらろっていうところだとは思うんですけど、ちょっとねその Vlog 運用って考えるとこのマイク自体はかなりなしかなっていう感じだと思いますね。ただ YouTube、 まあさっきから何回も言いますけど、YouTube でこう
とか、あと何だろうな、自撮り配信とかで綺麗なね、マイク、カメラで、カメラだけで撮ってて、それで綺麗な音声とか、あとまあそういうのを撮りたいみたいな人に関しては、これはね、まあ自分の方向にしか向けないんだったら全然あり、むしろこれ他のマイクとかを考え、まあソニーのカメラ使っててね、他のマイクを、外部マイクとかを考えてるんだったら、これ買った方がいいんじゃないかなと。まあこれか、もう一個上のね、紙マイクを買うっていう。そう考えるとね、紙マイクの方を買えばいいから、これも、まあさっきから何回も言うけど、これの存在意義って何なんだろうなっていうところなんですよね。値段が安いかって言われると、そこまで値段の差があるかって言われると、そうでもないからね。これも3万ぐらいするし、あっちも4万ぐらいでしょ。1万ぐらいの差しかないんだったら、音質がいい方がいいよねみたいなところもあるじゃないですか。うん、っていうところなんですよね。謎存在が謎っていう感じですよね。あとね、まあそれがね、運用してて、あれすごい気になってってか、俺がね使いづらいなって思ってたところなんですけど、あとね、もう前々から言われてましたけど、ここのねスイッチ類が動きやすすぎちゃって、まあ、特にこのアナログとね、このアナログとデジタルの切り替えなんて、こんなのもう一回入れたら、もうほぼ、もうすんごい、ものすごく硬くしてもいいのに、これのね、これがね、簡単に動いちゃって、まあなんかで引っかかったら、これがすぐ動いちゃうんですよ、このスイッチ類が。なので、結構ね、それを気にするのはめんどくさかったんですよね。今の設定どうなってるのかな、みたいなのも見なきゃなんないですし、動いてたら直さなきゃなんないっていうのね。まあ初日、使い始めた初日にこれがね、動いてて、デジタルで撮ってるつもりがアナログになってたみたいなね、ところがあって、そういうのがあったんで、このねスイッチに関しては、あ、まあ、これねすごい簡単に動くんですよ。もう簡単にカチカチ動いちゃって、もっとね指痛くなるぐらい硬くてもよかったんじゃないかなと。まあそれか、ほんと爪とかでギャッと押さえないと動かないぐらい、ここのね出っ張りがあるんですけど、わかるかな、どんくらい出っ張ってるか。これもうほぼね、辛い位置ぐらいでよかったんじゃないかなっていう気がするんですよね。うん、なんか 3D プリンターでこれが動かないようにね、するかぶせるものを作ってる人とか見ましたけど、本当にね、動きやすくてダメですね。これに関しては本当ダメだなと思いましたね。特にその昔のね、発売されてたやつと、仕様自体は変わってないはずなので、ここの部分ね、アップデートされてないんで、もう何も考えてないもう批判にしかなんないな今日っていう感じでしたね。うん、まあ正直微妙な感じでした。微妙なマイクだったなっていう感じでしたね。まあ僕の中ではね、位置づけ的には。まあただ音質は本当にいい。だ、音質が神、その他の仕様がもう全然ダメみたいな感じ。うん、運用、こう Vlog 運用とかを考えてるの、まあ Vlog で、まあなんかね、これの感じだと、これのね、ショットガンマイクロフォンって書いてありますけど、これのなんか YouTube とか見ると、Vlog のためのね、推奨みたいな感じでやってますけど、Vlog の運用は本当にやった、これ作ってる人がやったのみたいな感じな気がしましたね。うん、自分一人のちょこっとなんかこう自撮りできたからそれでおしまいでしょみたいな感じのテストしかしてないんじゃないかなっていう、そういうね、気がしましたね。うん、一応ね、ほらこの A 指向性って、これが A 指向性なんですけど、A 指向性、後ろを取れますよみたいなこと、こんな書いてあるんですけど、全然取れません。はっきり言います。全然取れません。なので、Vlog 運用するんだったら、
あ、まあ僕がやってるねような感じ、そのワンオペでやるんだったら、これまあ僕がやってるってわけじゃなくて、もともとね YouTuber のドリキンさんがねこのスタイルでやり始めて、でドリキンさんは今ね、なんていうの、外部マイクっていうか、そのロードのワイヤレス GO2 がその音声をね別で録画できるっていうか、ワイヤレス GO2 の中に音声を録画できる、録音できるから、それを使ってもうピンマイク運用にしちゃってるっていう話らしいんですけど、まあ最近はそうらしいんですけど、なんですけど、その前にねこの MKE200 とかを使ってて、まあそのねこの運用が僕の中では今一番しっくりきてて、一番いいんじゃないかなって思いますね。なのでもしねこの運用方法を知らない人はぜひね、そっちも検討し、もしその Vlog とかで音声をもっと綺麗に撮りたいなっていう時に関しては、そっちをね検討して、この MK200 を検討してみるのがいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい。あ、ただねこれ良かったのが、渋谷筋トレ会のそのこれをね無指向性で撮ってたんですけど、周りの人の音声とか、まあ撮れすぎちゃってる感じはありましたけど、周りのね人の音声とかもちゃんと聞こえたんで、全体的のね、だそういう臨場感、筋トレやってる時の前のね時は MKE200 だったので、本当にねもうマイクが向いてる方にしか撮れなかったんですよ。ここら辺しか撮れなくて、ここら辺に立ってる人ってもう音声がほとんど聞こえないようなね状態だったんですよ。なんですけど、そのまあ、ゴートレとかなんかそのみんなで集まってワイワイしてるっていう時にはこれで撮るっていうのはいいんじゃないかなと。だからまあ次の筋トレ会とかもね、その時にはこれを持っていこうかなとは思ってますね。マイク差し替えて撮りましょうみたいな感じでねやろうかなっていうふうには思ってますけど、だからまあ使うには使うんですけどね、今後も使っていく予定ではあるんですけど、まあ、普段の運用からしたらちょっと使わないかなっていう、そういう感じですね。はい、そんな感じでした。もっと期待してたんだけどな、もっと期待してたんだけどいまいちだったなっていう感じでしたね。まあ僕の運用がねあれなんですけど、特殊って言えば特殊なのかもしれないですけどね、こんな毎日撮って毎日、まあ本当にねくだらない普通の人からしてみれば全然くだらない感じかもしれないですけど、まあ毎日撮ってね毎日アップしているっていう人ってなかなかね世の中に多くはないんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、そういうようなことをやっている人だったりとか、あとやろうと思っている人に関してはちょっとね置かないんじゃないかなと思います。まあ先週1週間これを使ってた動画があるので、概要欄の方にねその1週間分のやつ全部リンク貼っとくんで、まあぜひ、まあ気になる方はちょっとまあどんな感じだったのかなみたいな、まあチラチラっと見てもらってね、聞いてもらったりとか音声聞いてもらったりとかしたら、まあしてもらえるとねありがたいなっていう感じですね。はい、そんな感じでソニーの ECM-B101週間使ってみたレビューでした。まあ批判動画みたいな感じになっちゃいましたけど、1週間使ってみた感想でした。はい、という感じでバイ。